しい空を輝く海を渡せるもんか悪魔の手にはみんなの願い体に向けてさあ蘇れライディンライディンフェードインフェードインたちまち溢れる神秘の力自慢の巨烈獣ドハズ、ウヌの巨烈獣など微塵に打ち砕いてやるわ。片腹痛いわ。お前ごときの巨烈獣でわしの鉄弾がそうやすやすと倒せるものか。行け鉄弾。やれ！決断行け！鉄弾の秘密技、名付けて恐怖の箱詰め逆さ落とし。いかにライリーといえどもひとたまりもあるまい。行け巨烈獣よ、ムートロンを我が手に握るは今ぞ。行け。どうか俺をレイさんの代わりにコープランダーの隊員にしてください。お願いです。いや、できんなそれは。ああ、サルマル君、出力をゼロまで絞ってみてくれんか。はい。どうしてです？サルマル隊員はこうしてムートロンの研究を始めたし、コープランダーは今ミスター神宮寺しとるじゃないですか。アライソ君、遊びじゃないんだぞ。隊員になるってことは巨烈獣との戦いには命がかかる場合だってあるんだよ。分かってます。だからこのアライソ命を捨ててでもコープランダーに。巨烈獣接近、ウトロポリス沖合10キロ。さあ来やがれ化け物め。今日からこのブルーガーは俺様一人でお相手だい。
もっともっと静かに掃除してよ。ふざけた真似しやがって、一体どういう気だ。私ね、レイさんの代わりに今日からコープランダーの隊員になることに決めちゃったの。よろしくね、ミスター。な、何ほら、拒絶獣よ。行くぞ。さあ、この調子この調子よ、ミスター。これから私がついてるんだから、大船に乗った気で戦いなさいよ。冗談じゃないぜ、こっちはお遊びでやってるんじゃないんだからな。うるせえ、豚が締め殺されるみたいな声出しやがって、ギャーギャーわめくれ。フェード、ライディーン、フェードイン。ただミサイルをぶっ放せば済むわけじゃないんだぞ。アキラ、いいわよ、その調子やっつけろ。おい、もっと静かになれるのかい。
いいじゃないのさ、あなただって絶対アキラに勝ってもらいたいんでしょ。そう、ダメだ。ブルーガの中では俺の指示なしに勝手な真似をするんじゃない。行方は、ブルガーはどこへ消えたんです。行方不明だ。脱出できたのか、不時着したのか、更新できなくてわからん。大至急捜索してくれ。何か他の手段でムトロポリスへ知らせなきゃならない。この島に人がいるかいないか調べてくれ。はい、わかりました。あれは王雷様、雷神と同じ力を持つ模型です。
仰せの通り鉄弾の鉄球は3倍以上に補強いたしました。もはや雷神にねじ切られることはありません。もしこの雷神の模型に勝てば我々の勝利だ。見事だ。これなら雷神のやつを葬ってやれるわ。大変だわ。このままではアキラが。アキラ！マリ！マリ！早く逃げろ！ミサイル！私が掃除を？そうだ、ブルーが応急修理をした。だが俺のこの体ではとても操縦ができない。そんな、グズグズしててアキラにもしものことが起きたらどうする？いいかマリ、落ち着いて俺の指示通りにしろ。スターターオン、第一エンジン始動を開始。第一エンジン始動開始。第二エンジン始動開始。第二エンジン始動開始。フォアレバーダウン、テイクオフ。恐怖の箱詰め逆落としを十分味わうがいい。あの箱に核爆弾が。神様、アキラを助けて。ブルガ、箱の中心を狙え。円盤を打ち砕け。そこが急所だ。マリ、ミサイルの照準を円盤に合わせろ。え、でも核爆弾が。早く合わせるんだ。早く、早くしてくれブルガ。早く円盤を撃て！外れたら、外れたらアキラが。ダメ、ダメだわ。私の腕では撃てない。もし、もし失敗して爆弾に命中してしまったら。狙うんだ、あの急所。円盤の真ん中をうまく狙うんだ。どっちにしてもこのままではアキラは地獄へ行くだけだ。アキラ
の番だ。バリザード。トウ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 。ミサイル。経過はいい。あと 2,3 日もすりゃなんとか包帯は取れそうだぜ。どう、アキラ、私の掃除うまいもんでしょ。お前まだブルーガン乗ってんのかよ。おい、まあ失礼ね。私の上達ぶりをそこで見てらっしゃい。あ、おいおいおい、おなあ、アリー、酒飲むいかんにするんだろ。こっち来るぞ。どいてどいてよ。私の行く方行かないで。どっちがどっちがだよ。助けて。おい、どうなってんだ。おい、やめろ。おい、マリー、やめろ。ああ、これこれだ。ああ、やめろ。ああ、やめろ。なぜだろう。なぜだろう、心が燃える。戦えと戦えと誰かが叫ぶ。行くぞライディン、果てしない空へ。ララララララ、俺はアキラだ。襲われたサルマルの母を助けようと、ライディーンは巨烈銃ドライガーのミサイルを肩に受けてしまった。このミサイルこそ操縦席を突き破り体内に食い込み、内部よりライディーンを吹き飛ばすという敵の強力な秘密兵器だった。次回、勇者ライディーン激怒巨烈心臓破り作戦にフェードイン。